ジェームズ・オーガスティング・アロイジアス・ジョイスは20世紀の最も重要な作家の一人と評価されるアイルランド出身の小説家、詩人。画期的な小説、ユリシーズが最もよく知られており、他の主要作品には短編集、ダブリン市民、若き芸術家の肖像、フィネガンズ・ウェイクなどがある。ジョイスは青年期以降の生涯の大半を国外で費やしているが、 ジョイスのすべての小説の舞台やその主題の多くがアイルランドでの経験を基礎に置いている。彼の作品世界はダブリンに根ざしており、家庭生活や学生時代の出来事や友人が反映されている。そのため、英語圏のあらゆる偉大なモダニストのうちでも、ジョイスは最もコスモポリタン的であると同時に最もローカルな作家という得意な位置を占めることとなった。 ジェームズ・ジョイスは1882年にダブリンの南のラスガーという富裕な地域で没落してゆく中流のカトリック家庭に10人兄弟の長男として生まれた。母、メアリー・ジェーン・ジョイスは経験なカトリック信者で、父・ジョン・スタニス・ロース・ジョイスは、コーク県出身で、小規模な塩と石灰の製造業を営む、性格と冗談を好む陽気な男であった。ジョイス家の先祖となった人物は、 コネマラの石膏だったが、父ジョンと父方の祖父はいずれも裕福な家と婚姻関係を結んだ。1887年にジョンはダブリン市役所の徴税人に任命され、家族はブレー郊外の新興住宅地へ引っ越した。この頃ジョイスは犬に噛まれて、生涯にわたる犬嫌いとなった。他にジョイスの苦手なものとしては、経験なおばに、あれは神様が、 お怒りになっている印だよと説明されて以来、恐れるようになった雷雨などが知られている。6歳1891年、アイルランドの政治指導者で、父ジョンも熱烈に支持していた王冠なき国王、C.S. パーネルの死に際して、当時9歳のジョイスは、ヒーリーよ、お前もかと題した死を書いた。ジョンはこれを印刷し、バチカン図書館にコピーを送りさえした。同年十一月、 ジョンは破産宣告を受けて、給食1893年には、年金給付の上で解雇された。この一件からジョンは叫びたりになり、経済感覚の摩耗も、相まって一家は貧困への道をたどり始めることとなる。ジョイスは1888年から、キルデア県の全寮制学校クローンゴーズ、ウッドカレッジで教育を受けたが、父の破産により、 学費を払えなくなったため1892年には対抗せざるを得なかった。自宅やダブリンのノースリッチモンドストリートにあるカトリック教区学校クリスチャンブラザーズスクールでしばらく学んだ後、1893年にダブリンでイエズス会の経営する学校ベルベリアカレッジに招聘されて席を置く。ジョイスが聖職者となることを期待しての招待であったが、ジョイスはそれ以上、 カトリックの信仰を深めることはなかった。1898年、ジョイスは設立されて間もないユニバーシティカレッジダブリンに入学し、現代語、特に英語、フランス語、イタリア語を学び、有能さを発揮した。また、ダブリンの演劇や文学のサークルにも活発に参加し、各州評論しに、イップセンの儀曲、私たち死んだ者が目覚めたらの書評。 イプセンの新しい演劇を発表したりなどした。この書評は、ジョイスの最初に活字となった作品であり、ノルウェーでこれを読んだ、イプセン本人から感謝の手紙が届けられている。この時期のジョイスは他にもいくつかの記事と少なくとも日本の戯曲を書いているが、戯曲は現存していない。また、こうした文学サークルでの活動をきっかけとして1902年には、 アイルランド人作家 WBEA ツとの交友が生まれている。ユニバーシティカレッジダブリンでの友人たちの多くは、後のジョイスの作品中に登場している。1903年、学士の学位を得て、ユニバーシティカレッジダブリンを卒業した後、ジョイスはパリへ留学する。医学の勉強が表向きの理由であったが、貧しい家族がジョイスの浪費癖に手を焼いて追い払ったというのが、 真相である。しかし、癌に侵された母の既得の方を聞いて、ダブリンに引き返すまでの数ヶ月間も、あまり実りのない自堕落な生活に費やしていたという。母の臨終の際、ジョイスは母の枕元で祈りを捧げることを拒否した。母の死後、ジョイスは叫びたりになり家計は一層惨憺たるものとなったが、書評を書いたり、教師や歌手などをして、ここをしのいだ。 1904年1月7日、ジョイスは美学をテーマとしたエッセイ風の物語、芸術家の肖像を発表しようと考え、自由主義的な雑誌、ダナへ持ち込んだが、あっさりと拒絶された。同年の誕生日、ジョイスはこの物語に修正を加えて、スティーブン・ヒーローという大の小説に改作しようと、決意した。この頃、彼は、ゴールウェイ県、コネマラからダブリンへやってきて、 メイドとして働いていたノラバーナクルという若い女性と出会った。後の作品、ユリシーズはダブリンのある一日の出来事を一冊に封じ込めたものであるが、このある一日こそ二人が初めてデートした1904年6月16日に他ならない。ジョイスはその後もしばらくダブリンに留まり、ひたすら飲み続けた。こうした放棟生活をしていたある日、 ジョイスは、フェニックスパークで一人の男と口論の末喧嘩になり逮捕された。父ジョンの知人アルフレッド H ハンターなる人物が、身元引き受け人となって、ジョイスを連れ出し、怪我の面倒を見るため自分の家へ招いた。ハンターは、ユダヤ人で、妻が浮気をしているという噂のある人物であり、ユリシーズの主人公、レオポルト・ブルームのモデルの一人となっている。またジョイスは、やはり、 ユリシーズの登場人物バックマリガンのモデルとなる、オリバー・セントイコール・ジョン・ゴガティという医学生とも親しく、なり、ゴガティ家が、ダブリン郊外のサンディコーブに所有していた、マーテロータワーに6日間滞在している。その後二人は、口論になり、ゴガティが彼に向けて、銃を発砲したためジョイスは夜中に逃げ出し、親戚の家に泊めてもらうためダブリンまで歩いて帰った。翌日、 置き忘れてきたトランクは友人に取りに行かせている。この塔はユリシーズ壁刀の舞台となっているため現在ではジョイス記念館となっている。その後間もなくジョイスはノーラを連れて大陸に駆け落ちした。ジョイスはノーラと自発的亡命に入り、まずチューリッヒーへ移住してイギリスのエージェントを通してベルリッツ語学学校で英語教師の職を得た。 このエージェントは参議院に会っていたことが判明したが、校長はジョイスをトリエステへ派遣した。トリエステへ行っても、職を得られないことが明らかとなったが、ベルリッツのトリエステ校校長の取り計らいにより、1904年10月からオーストリア・ハンガリー帝国領プーラで教職に就くこととなった。1905年3月、オーストリアでスパイ組織が摘発されて、 すべての外国人が追放されることになったためプーラを離れざるを得ず、再び校長の助けにより、トリエステへ戻って、英語教師の仕事を始め、その後の10年の大半を同地で過ごすこととなる。同年7月にはノラが最初の子供、ジョルジオを産んでいる。ジョイスはやがて弟のスタニス・ロースを呼び寄せ、同じくトリエステ校の教師としての地位を確保してやった。 ダブリンでの単調な仕事よりも面白かろうというのが表向きの理由であったが家計を支えるためにはもう一人稼ぎ手が欲しいからというのが本音であった。兄弟の間では主にジョイスの浪費癖と飲酒癖をめぐって衝突が絶えなかった。この年の12月、ロンドンの出版社にダブリン市民の中の12編を送っているが出版は拒否された。やがて放浪癖が講じて トリエステでの生活に嫌気がさしたジョイスは、1906年7月にローマへ移住して、銀行の通信係として務め始める。ユリシーズの構想を練り始めたり、ダブリン市民の長尾を飾る、短編、死者たちの執筆を開始したのもローマ滞在中のことで、ある。しかしローマが全く好きになることができずに1907年3月には、トリエステへ帰ることとなった。 この年の7月には、娘ルチアが誕生している。執筆に関しては、同年5月に、詩集、室内落を出版したほか、死者たちを脱行し、芸術家の肖像を解体した自伝的小説、スティーブン・ヒーローを、若き芸術家の肖像として、再度開講へ着手している。1909年の7月にジョイスは、息子、ジョルジオを連れて、ダブリに帰省した。 父に孫の顔を見せることと、ダブリン市民の出版準備とがその目的である。8月には、モーンセル社と出版契約を結び、ゴールウェイに住む、ノラの家族との初代面も成功裏に済ませることができた。トリエステへ帰る準備をしながら、ジョイスはノラの家事の手伝いとして、自分の妹、エヴァを連れて帰ることに決めた。トリエステへ戻って1月後、ダブリンで、 最初の映画館、ボルタザを設立するため、再度故郷へ帰る。この事業が、軌道に乗った1910年1月、もう一人の妹アイリーンを連れて、トリエステに戻る。エヴァはホームシックにより数年で、ダブリンへ戻ってしまうが、アイリーンはその後の生涯を大陸で過ごし、チェコの銀行員と結婚した。1912年6月、ダブリン市民について収録作の一部削除などの、 注文をつけてきたボーンセル社の発行人、ジョージ・ロバーツと決着をつけるため再びダブリンへ舞い戻る。しかし意見の相違から両社は決裂し、3年越しの出版契約は白紙化されることとなってしまう。落胆したジョイスはロバーツに当てつけた、風刺し、加工からのガスを書いてダブリンを離れる。そしてこれがジョイスにとって最後のアイルランド業となった。 父親の求めや親しいイエッツの招待を受けても、ロンドンより先に足を向けることは二度となかった。この期間、ジョイスはダブリンへ戻って映画監修になろうと試みるほか、計画倒れに終わったもののアイルランド産ツイードをトリエステへ輸入するなど様々な金策を立てている。ジョイスに協力した専門家たちは彼が人もんなしにならずに済む用事から犯した。 当時のジョイスはもっぱら教師職によって収入を得ており、昼間はベルリッツ校やトレーステ大学の講師として、夜は家庭教師として教鞭を振るった。こうして教師職を掛け持ちしていた頃に生徒として知り合った知人は、ジョイスが1915年にオーストリア・ハンガリー帝国を離れてスイスへ行こうとして問題に直面した際に大きな助力となった。 トリエステでの個人教師時代の生徒の一人には、イタロ・ズベーボのペンネームで知られるサッカーアロン・エッドーレ、シュミッツがいる。二人は1907年に出会い、友人としてだけでなく互いの批評家として長い交友、関係を持つこととなった。ズベーボはジョイスに、若き芸術家の肖像の執筆を進め励ましただけで、なく、ユリシーズの主人公、レオポルド・ブルームの主要なモデルとなっており、 同作中のユダヤ人の信仰に関する記述の多くは、ユダヤ人であるズベイボがジョイスから質問を受けて、教授したものである。ジョイスが,が、眼質に悩み始めることとなったのも、トリエステでのことである。この病は、晩年のジョイス二十数度にわたる手術を強いるほど、深刻なものであった。1915年第一次世界大戦が勃発して、 オーストリア・ハンガリー帝国での生活に難儀したジョイスは1915年にチューリッヒへ移住した。この地で知り合ったフランク・バッチェンとは終世の友人となり、ユリシーズやフィネガン・ズウェイクの執筆に際しては絶えずバッチェンの意見を求めるほどの信頼を置くようになった。またこの地ではエズラ・パウンドによりイギリスのフェミニストである出版社主ハリエット・ショー・ウィーバーに引き合わされた。 彼女はジョイスのパトロンとなり、個人教授などする必要なく、執筆に専念できるようその後25年にわたり、数千ポンドの資金援助をした。ジョイスとエズラ・パウンドが対面するのは1920年のことになるが、パウンドはイエーツと共に尽力して、まだ見ぬジョイスにイギリス王室の文学基金や助成金をもたらしたり、ジョイスのために、 ユリシーズの掲載紙を紹介するなど様々な協力をした。終戦後にジョイスは一度トリエステへ戻るが、街はすっかり様変わりしていた上に、弟との関係も悪化してしまう。1920年、パウンドの招待を受けてジョイスは1週間ほどの予定で、パリへ旅立つが、結局その後20年間をその街で過ごすこととなる。自身の目の手術と統合失調症を患った娘。 ルチアの治療のためジョイスはたびたびスイスを訪れた。パリ時代には T.S. エリオットやバレリー・ラルボー、サミュエル・ベケットといった文学者との交流が生まれた。パリでの長年にわたるフィネガンズ・ウェイク執筆中はユージーン・ジョラスとマラヤ・ジョラス夫妻がジョイスの手助けをした。夫妻の強い支持とハリエット・ショー・ウィーバーの財政支援がなかったならば ジョイスの著書は出版は愚か脱交さえしなかった可能性が高い。ジョラス夫妻は伝説的な文芸雑誌トランジションにジョイスの新作を進行中の作品の課題で不定期連載した。この作品の完結後に付けられた正式タイトルがフィネガンズウェイクである。1940年ナチスドイツによるフランス占領から逃れるべくジョイスはチューリッヒへ帰還する。 1941年1月11日、十二市腸海洋専攻の手術を受ける。術後の経過は良好であったが翌日には再発し、数度の輸血の回もなく、渾水状態に陥った。1月13日午前2時、目を覚ましたジョイスは再び意識を失う前に妻と子供を呼ぶよう看護師に伝えた。その15分後、家族が病院へ駆けつけている途中に、ジェームズ・ジョイスは、 生き絶えた。埋葬された、チューリッヒのフリュンテンボ坊チは、動物園の隣にあり、ジョイスの好きだったライオンの鳴き声が聞こえるのが、ルチアの気に入ったという。あとに、ジョイスの10年後に亡くなった妻ノーラ、1976年に没した息子ジョルジオも、彼の隣に埋葬された。ダブリナーズ、1914-1922年の初版のカバー眼帯をした。 ジョイス・ジェームズ・ジョイス・タワー・ジョイス記念館、マーテロー・タワーは、ジョイス・タワーとも呼ばれ、ダブリンの南の郊外、サンディコーブに立つ。これはその昔、ナポレオンの侵略に備えて、湾岸警備のために、英国が各地に建造した要塞の一つであり、これを、その後地元の富豪が購入し、改装した。若き日のジョイスは友人を訪ねてこの塔に滞在した、ことがあり、 その時の経験は、ユリシーズの第一章で、スティーブン・リーダラスがバック・マリガンと口論するシーンの元ネタとなる、ジェームス・ジョイス・タワーと博物館参照。ユリシーズの主人公、レオポルド・ブルームがダブリンを奉公した1904年6月16日に、ちなみ、毎年6月16日、ダブリンに、ジョイスの読者が集まり様々な催し物を行う、いわば、ユリシーズ記念日。 集まった人々は、登場人物に噴するなどして、当時の服装に身を包み、劇中に登場する場所への訪問、ユリシーズの朗読や、劇の上映、またパブ巡りなどを行う。もともとアイルランドのダブリンが本家だが、近年アメリカ合衆国、日本、ブラジルなどでもブルームズデーを祝う試みがなされた。なお、1904年6月16日というのはジョイスが、妻ノーラと、 初めてデートした日である。アイルランド海軍の紹介官である、サミュエル・ベケット級紹介官の2番官、ジェームズ・ジョイスの官名は彼に由来している。ダブリン市内にあるジェームズ・ジョイスの銅像、ありがとうございます。